チェコスロバキア社会主義共和国スロバキア社会主義共和国スロバキア社会主義共和国は1969年のチェコスロバキア社会主義共和国の連邦制導入に伴い同国内に設置された共和国である。リロード革命により社会主義体制を放棄しスロバキア共和国と国名を解消した。プラハの春における文献化の要求に応え、 チェコスロバキア連邦に関する基本法に基づいて発足した民族共和国で発足に伴いチェコスロバキア国民は新たに両共和国どちらかの国籍を取得した一員制の地方議会であるスロバキア国民議会を設けさらに連邦議会に対して人口に応じて定数を定めた選挙区選挙で人民に 両共和国から各75人を民族員にそれぞれ議員を選出して送ったが、プラハの春以降進められた正常化の過程で、連邦政府への再度の中央集権強化が行われたため、両共和国の権限は形外化した。現在のスロバキア共和国は、チェコ及び、スロバキア連邦共和国資産のチェコ共和国及び、スロバキア共和国への分割及び、チェコ共和国及び、 スロバキア共和国への移行に関する基本法に基づき、1993年1月1日に同共和国がスロバキア域内の連邦機能及び資産を承継して発足したものである。ありがとうございます。